カウテレビがお届けします社長室101。今回は東京都千代田区半蔵門に来ています。今日お尋ねする会社はですね、キネシオテーピング協会の加瀬健三会長というですね、アスリートの方々はご存知かと思いますが、テープを貼ることによって、治療をするというですね、キネシオテーピング法という、方法の考案者であり、この、テープの考案者でもある。今世界中のトップアスリートが愛用していたり、また医療従事者の方々が使われていたりということでですね、その薬を使わない治療法、人の自然治癒力を引き出す治療法として非常に注目されている。そちらの加瀬健三会長が、今年このキネシオテーピング協会30周年ということで、普段はアメリカにいらっしゃるんですが、たまたま日本にいらっしゃっているということですので、今日ちょっとお時間いただいて、この協会の生い立ち、そして会長の哲学についてですね、ぜひお話を伺いたいと思っております。ご紹介します、加瀬会長です。今日はよろしくお願いします。キネシオテーピング法というのは、はい、皮膚に伸縮性の、はい、薬のついてないテープを、キネシオテープ、ね、はい、で、通気性を良くするために、はい、こういうウェーブの水があるんだけど、それを皮膚に貼ると、はい、伸ばして貼ったものは必ず縮みますよね。はい、そうですね。縮むことによって皮膚の下の隙間を開ける、ね、はあ、痛みっていうのは大体その筋肉とか皮膚の間に疲労物質とか痛みを出すね、発痛物質だとかいろいろ炎症を起こしてると、そういうところに溜まってるわけね。その皮膚の下の隙間を開けることによって、まあ使いすぎた体とかね、筋肉、まあ頭痛が取れたり、肩の痛みがねなくなったり、肘の痛み、膝の痛みね、腰の痛み、まあひいてはそれこそ便秘とか生理痛とか、私も今ね、はい、ゴルフするから膝にテープ貼ってるけどね、はい、こういうように、ああ本当だ、ね、こうやって、ああこうやって加工、これは、ね、これはクラゲみたいだからジェルフィッシュって言うんだけどね、はい、ジェルフィッシュ、うん、これをこうやってやるとほら、はい、シワで持ち上がるでしょ、持ち上がりますね、ね、はい、でこれとここに水が溜まってるのが全部流れてくる、もうはっきり言うと伸びたものが縮む、はい、それだけの作用でこれをどうやって引き上げるかと、その作用だけで直していくんですか。そうです。体の中の水分をこのテープ一つでコントロールして治療しちゃうと。水分って言ったって、はい、こういうふうにきれいな水ならいいけども、はい、炎症を起こした、はい、ね、で内出血をしてる、はい、はい、ね、これ赤くなるね、はい、赤くなった赤血球は固まる、はい、そうするとその固まったものがある隙間にずっと溜まってると、今度は骨化してきて、なるほど、そして変形してくるわけ。なるほど、なるほど。だから同じ水だけども、はい、ちょっとした変化によって、ね、熱を起こしたり、また痛みを起こす原因になるわけね、はい、なるほど。座骨神経痛だとかね、はい、そういうのも長く歩いたり座ったりしてて疲れてるところをある部分で押してたと、そこの押してるところを隙間を空けてあげられることが大事なんで、スペース、ムーブメント、クーリングってね、空、動、霊という3つのコンセプトがいつもみんなに、なるほど、スペースを空けて動かして冷やす、ね、熱を取る冷やすっていうんじゃなくて熱を取る、あ、なんですね、なるほど。